ショーエキサイティング、はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。早速ですが、皆さんは世界一挟む力が強いクワガタは何クワガタだと思いますか？私たちは、ネットで調べても、明確な答えなんて出てないんですが、最強候補は数種類ネットで上がっていると思うんですけど、その中の一種が、カステルナウディツヤクワガタというクワガタになると思います。で、今回はそんな世界一挟む力が強いと言われているカステルナウディツヤクワガタの挟む力を徹底分析していこうと思います。はい、とは言ってもカステルナウディは知る人ぞ知るといったマイナーなクワガタだと思いますので、簡単に紹介しますけど、カステルナウディは東南アジアのマレー半島、スマトラ島、ボルネオ島に生息するツヤクワガタで、飼育下の場合だとギネスは84ミリ、野外だと94ミリと、かなり大型のクワガタになると思います。そしてツヤクワガタによく見られる現象で、体は大きくても大顎が発達せずに短い個体がいたり、その逆もいるという、特徴のあるクワガタになります。簡単に紹介したところで、早速カステルナウディの力をこのクワガタの顎の力を測る学力測定器で測定していきます。以前にもカステルナウディの力を測定したことがあるのですが、その時は、挟む力を含めて戦闘能力について調べていたので、興味のある方は右上にカードも出してますので、そちらから見ていただけたらと思います。以前測った個体は、戦闘能力っていうところで重点を置いてたので 80% サイズで測定してたんですけど、今回は、今ここ映ってる超大型の個体になるんですけど、こいつが体長81ミリの個体で、野外レコードでいうとギネスの 86%、 飼育レコードでいうとギネスの 95% のかなり大型の個体で、今回は測定していこうと思います。しかもこいつは端子個体なので、大顎の長さを除いた体格では実質ギネス級になります。それではそんな究極のカステルナウディの力を測定していきます。いくよ。はい、おお、いきました。うわ、もうちょいいけるね、多分。もうちょいいける。これはすごい、やばっ。ここまで行くんやろ、こいつ。エイリアン、エイリアン。エイリアンではない。ちょ、待って、これ挟まれた。挟まれた、待って待って、これ挟まれた。ああ、折れちゃった。気を取り直して。行くよ。はい、もう。はい、ということで、動画を止めて数値を確認したんですが、なんと、12100g になりました。これは、とんでもない数値が出てしまいました。間違いなく僕たちが今までに測定してきたクワガタの中で、ぶっちぎりで一番強いです。いや、恐ろしいですね。で、僕たちはこの測定した数値をもとに、トルクというクワガタが大顎を回転させる元々の力を算出して、このトルクをクワガタの挟む力、学力としています。これには理由があって、クワガタの大顎の仕組み上、大顎の付け根部分と先端部分だと、クワガタが同じ力で挟んでも発生する力が、大きく異なるので、ワイヤーを引っ掛ける位置でかなり数値に差が出てしまいます。こうなるとワイヤーをかける位置での誤差が発生するので、それをなくすために、大顎を回転させる力で比較しています。話が難しくてようわからんっていう方は、単位とかは無視して、数値を見てこっちのが強いんだなくらいで見てもらえたらと思います。ちなみにカステルナウディ以外の僕たちが過去に測定したクワガタの数値がこんな感じになってます。今回カステルナウディの数値が出ても他と比較できなかったら、強さがいまいちわからないと思うので、クワガタの挟む力ってだいたいこのくらいというのが分かっていただけたらと思います。そして今回のカステルナウディのワイヤーを引っ掛けた位置から、大顎の回転中心までの距離が 16.2 ミリになります。これを先ほどの測定値、
12100g と掛け合わせるとカステルナウディの学力は 196.02kgm になります。はい、案の定ぶっ壊れ性能になりました。他のクワガタは、ギネスの 80% 前後なので挟む力に差が出るのはまあ当然ちゃ当然なんですけど、それを差し引いてもこの数値は異常だと思います。ちなみに挟む力最強候補にアルキデスヒラタクワガタっていうクワガタがいるんですけど、アルキデスの 80mm、今回のカステルナウディと同じくらいの体長であればカステルナウディの方が挟む力は圧倒的に強いです。まあ大箱が短い分体格差でカステルナウディの方が大きくなるのでこのくらいの差になりますが、体格を同じくらいで比較したら、結構いい勝負になるんじゃないかと思います。これも体格をおおよそ揃えて比較した動画を過去に上げてますので気になる方は、そちらも見ていただけたらと思います。今回のこのカステルナウディは 196.02kgm という破格の数値を叩き出してくれましたが、もし挟まれたらどのくらいの力が発生するのかを、計算して算出したのが大顎の先端部で約 11,074g、 付け根部分で約36,984g になりました。まあ、ちょっと数値大きすぎて分かりにくいと思うんですけど、大顎の先端で、まあ、11kg、 付け根部分で約 37kg くらいの力になります。これだけの力があったら、まあ、何かしら破壊できるんじゃないかなって思って今回破壊できそうなものを用意しました。はい、最後はこれらのものを破壊してもらって気持ちよく動画を終われたらと思います。ではやってもらいましょう。はい、じゃあね、この早速なんですけど、これマンディブラリスの、死骸になります。こいつを使って、まあ、こいつの顎が、挟んで折れるのかどうかっていうのを、ね、ちょっと実験していこうと思います。どの辺でいく？先端？まず先端。もう挟む気満々。ああ、いい闘争心あるね。闘争心あります。おお、こい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 、いいた、おお、ああ甘いこの辺かな。怒ってらっしゃいますね。怒ってらっしゃる。折れるのか。折れるか。挟みますよ。分からん、硬すぎて挟まんない。けいけ、今パイマイサイマイした。パイマイサイマイした。パイマイサイマイした。折れました。これは綺麗にやってくれたね。こういうねリスクがあるっていうねことで、まあ大型ってのもねやっぱでかいかもしれないね。80超えてくると、やっぱ力がだいぶね跳ね上がるもんね。頭もでかいし顎も太い。次はですね、ホワイトチョコレート、ホワイトチョコレート、これ買ってきたんですよ。結構薄いんですけど、まあ、このくらいのね厚みのチョコレート、これ結構キンキンに冷やしてるんで硬いと思います。キンキンに挟んで割ってもらいましょう。ちなみにこのキンキン度、まあ、人間が噛んでもちょっと硬いかなぐらい。美味しい。このね、はい、あのキンキンに冷えたホワイトチョコレートでやっていこうと思う。あ、さ、さい挟むかな。そもそも来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。おお、あ、えマジこんなあっさりいく結構硬いと思ってたけど俺。じゃあね、最後今日、まあ多分ね、ちょっとこれもうダメ元なんですけど、一応こういうの用意しました。これですね、まあ子供の頃多分一度は目にしたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、この超硬いキャンディーで、これは割れないでしょう。でも甘い匂いにつられて挟みたがって割る。あっ、あっ、あっ、かけらは飛んでった。かけらは飛んでった。かけたのが分からんで、ね、でもこれ、これ分かるかなちょっときつくないか、分かるかな。ここの部分ですね、ここの部分。怖い怖い怖い。いやー、きついな。挟めない、挟めない。大顎に挟めない、挟めないか。この薄さで挟めない。6.8 か、 6.8mm、 この厚みで挟めないという。でも一応ね、さっき先端ちょっと挟んでかけたんで、
一応砕っ気はしたよ。かぁ、砕けた。一応ね、もっとがっつり割ってほしいけど、カイドの問題で挟めないときました。はい、ということで今回は特大のカステルナウディツヤクワガタの挟む力についての動画でした。ふんふんしてる。今後またこういった超大型個体での測定だったり調査なんかできたらと思いますが、まあ入手が難しいし高いのですぐにはできないかもしれないですが、今回のこの超大型の究極シリーズも今後作っていけたらなと考えてますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。